今日未明、藤枝市の新東名上り線藤枝岡部インター付近でトラックなど4台が絡む事故があり、3人が軽いけがをしました。警察によりますと、今日午前3時過ぎ、新東名上り線藤枝岡部インター付近で乗用車がトラックに追突され横転し、さらに後続の乗用車とトラックが衝突、4台関連事故となりました。この事故でトラックの運転手など3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷です。事故の影響で新東名上り線藤枝岡部インターから静岡サービスエリアまでの区間がおよそ3時間にわたり通行止めになりました。また今朝7時半ごろ、長泉町の伊豆縦貫道下り線でトラックと乗用車が衝突し、トラックに乗っていた3人が病院に搬送されましたが、いずれ軽傷だということです。この事故の影響で伊豆縦貫道は午前7時58分から沼津インターと長泉インターの区間の上下線で通行止めとなっています。